ルで行くと別れてしまうというジンクスがある観光地って意外と多くあるんです。そこで今回はそんなジンクスがある観光地をまとめてみました。恋人と別れないためにも必見ですよ。1. 海遊館大阪府。海遊館は大阪府の天保山ハーバービレッジの中にある屋内水槽の規模としては世界最大級の水族館です。正確には海遊館ではなく、海遊館にある観覧車に2人で乗ると別れてしまうそうです。水族館でよくある青く暗い照明で機嫌が悪そうに見えてしまうというのがありますが、こちらでのジンクスの原因は特にはないそう。 2. 江ノ島神奈川県。江ノ島は観光スポットや海だけでなく、生しらすなどの新鮮な魚介を使った料理も有名です。夏になると多くの人が海水浴で訪れにぎわっています。鎌倉にも近いので両方合わせて観光する方が多いと思います。江ノ島には弁天様が祀られています。その弁天様は女性の神様で、ラブラブなカップルを見るとやきもちを焼いて別れさせてしまうんだそう。ちょっと可愛らしいですが、恋人がいる方はチェックしておいた方がいいかもしれません。上野公園、東京都。上野公園は日本で初めて公園に指定された公園です。敷地内にある忍ばず池で一緒にボートに乗るとそのカップルは別れてしまうそうです。一緒にペダルを漕いでの共同作業はなおさら仲が深まると思いきや、別れるカップルが多いんだとか。つい乗ってしまいそうになりますが気をつけてくださいね。4. 井の頭恩賜公園、東京都。井の頭公園は緑豊かで、広々とした敷地内はピクニックにも適していて、ジンクスがある反面多くのカップルでにぎわう場所でもあります。井の頭公園は上野公園と同様、ボートに一緒に乗ると別れるというジンクスがあります。井の頭池には弁財天が祀られており、その弁財天はとても嫉妬深いのでやきもちを焼いてしまうんだそう。とても有名な場所名だけあって信じずに乗るカップルも多いみたいですよ。 5. 厳島神社、広島県。400年の歴史を持つ厳島神社は海を敷地とした独創的な造りかつ平安時代の神殿造りの粋を極めた建築美で知られる日本屈指の名所です。厳島神社がある宮島をカップルでデートすると別れるという説があります。女神様が嫉妬して別れさせるというのはこれまでと同じですが、ここ厳島神社には3人もの女神様が祀られているというから怖いのです。 6. 渡月橋、京都府。京都府嵐山にある渡月橋は、橋を渡るとき振り返るとそのカップルは別れてしまうと言われています。昔からの言い伝えが由来していて、振り返ると知恵が返ってしまうというものから来ているんだそう。カップルで渡る際は絶対に振り向いてはいけませんよ。 7. 東京ディズニーランド、千葉県。日本中の誰もが知っていると言っても過言はないくらい大人気観光地であるディズニーランドでも悲しい噂はあるんですね。アトラクションに乗るための待ち時間が長いので、普段ではさほど気にならない沈黙が長く続いたり、そこで喧嘩になって別れてしまうという噂があります。特に初デートでディズニーランドは避けた方がいいみたいですよ。いかがでしたか？行くと別れるジンクスは、単に来場者数が多いから必然的に別れるカップルも多くなる、いやデート以外で訪れる人たちが混雑を避けたいがためにカップルを排除しようと噂を広めているなど、さまざまな理由があります。また別れた後に理由付けであそこに行ったからだと思ってしまうなんてこともありますよね。とにもかくにも信じるか信じないかはあなた次第ですよ。ご視聴ありがとうございました。お出かけチャンネルでは最新の旅行お出かけ情報をお届けしています。インスタグラムやツイッターアプリからでも最新の情報を配信中なので、チャンネル登録、フォロー、アプリのインストールよろしくお願いします。